上の子は下の子の面倒を見てくれることもありますか？お子様にジュースやお菓子はどのような頻度あげていますか？育児とお仕事両立のコツがありましたら教えてください。お子さんの急な体調不良などで保育園に行けないとき、お仕事はどうされてますか？これは本当にもう悩みでですね、私はなかなか急に仕事を休めないので、基本的にはうちはパパが対応してくれています。でもパパも仕事で無理な時もありますので、知り合いを伝ってですね、何人かベビーシッターさんに連絡できるようにしています。あとは夫のお母さんにお手伝いをお願いしたりとかすることもありますね。とりあえずたくさんどういう風になったらこうしようっていうのをいろいろ考えてます。妊娠7ヶ月です。妊娠中の体重管理で気をつけたこと、食事や、運動などありますか？妊娠中は私はですね、運動を結構したらいいのかなと思ってたんですが、あまりに歩きすぎてですね、早く生まれそうみたいなことに2人ともなってしまったので、あんまりこう無理に歩きすぎるっていうのはちょっとおすすめしないですね。もし体重管理をしっかりしろって病院から言われたりしたら頑張らないといけないですが、そうでなければそこまで気にしなくていいんじゃないかなと思いますね。産後ダイエットについて教えていただきたいです。これもいくつか、書いてくださってますね。痩せましたかとか、産後の体型管理で気をつけていることは何ですか。私は本当に何もしてないんです。でもやっぱり母乳のおかげなのか、どんどん体重が減りまして、産む前よりも今少し体重は減ってますね。でも食べる量はだいたい夫の 1.5 倍ぐらい食べてます。その分、動いてるんですかね、こう子供のお世話だったりとか。お兄ちゃんもまだかなり動き回るので、すごく体力こっちも使いますし、この子のお世話もね、やっぱ立ったり座ったりっていうのがすごく多かったりするので、それでもしかしたら意外と運動しているのかもしれませんが、今はジムに行ったりも全くしてないです。1歳11ヶ月と4ヶ月の子供がいます。上の子はどのようなご飯を食べていますか？うちはですね、もう2歳過ぎてますが、かなり好き嫌いが多いので、好きなものをあげてるっていう感じです。カレーとかね、そういうの大好きなので、カレーとかお魚とか卵焼きとか、そういうもうよく食べるものをついついあげちゃいますね。離乳食ストックしてますか？してます。もう冷凍かなり1週間分ぐらいは冷凍して、そこからどんどん使っていってます。今2人目妊娠中なのですが、上の子は下の子の面倒を見てくれることもありますか？まだないですね。うちは4歳5歳とか、まだもう少しかかるんじゃないでしょうかね。今とにかく両方手がかかります。息子くんはフォローアップミルク卒業しましたか？いや、まだフォローアップミルク飲んでます。ミルクの味が大好きなのか、朝からミルクミルクって言われるので飲んでますね。1日2回かな、朝と夜。そこでちょっとこう栄養補給もねできるかなっていう、こっちの安心もありますので、まだ飲み続けると思います。お兄ちゃんのテレビや YouTube を見せる時間は決めていますか？全く決めてません。なんだったら休みの日はつけっぱなしぐらいの感じですね。決めると自分がしんどくなるんですよ。今日は1時間見たからもう終わりとかなると、もうそれでね、息子も嫌がったりもしますし、自分がこうあんまり楽にできないなって、ニコニコできないなって思うので、だから全然ありです。お昼寝はどうされていますか？同じく2歳と0歳でなかなか2人のタイミングが合わず悩んでいます。合わないです、合わないです。うちはまあお兄ちゃん保育園に行っているので土日だけなんですけれども、2人のタイミングがあったらラッキーですよね。お兄ちゃんはもう2時間とかしっかり寝てくれるんですが、この子はね、そんなに長いお昼寝をしませんので、いつも短かったら20分ぐらいとかで、長くてまあ1時間近く。そこ2人がぴったり合うことってあんまりないから、こっちは休憩できないですよね。上の子はご飯を席について食べてくれますか？うちの2歳はなかなか座りません。ひどかった。この方も2歳の娘がイヤイヤ期で荒れています。うちの子もじっと長くは座ってられませんので、遊び出したら椅子から下ろします。またお腹空いたとか、食べたくなったらこっち来てねとかって声かけると、こっちにまたタタタタって来たりするので、その時にパクって口に入れたり、まあ、そんな感じですね。2人目妊娠中です。いつから2人目も連れてお外遊びに行きましたか？1ヶ月過ぎたぐらいですかね。結構やっぱり上の子に比べて
ったらこの子の方が外に連れて行くことがどうしても多くなっちゃいますね。一緒にね、いろんなとこ出かけてるね。最初の、予防接種が終わった後ぐらいですかね。5ヶ月の娘が乳児湿疹を繰り返してしまいます。皮膚科にも通い、お薬も使っているのですが、乳児湿疹は、まあ、いろんな考え方があると思うんですけれども、私が行っているかかりつけの小児科の先生がアレルギー専門でもあるんですが、その先生によると1歳ぐらいまではロコイドとプロペトが混ざったものをずっと毎日塗り続けてもいいっておっしゃっていたので、下の子の時はそうしてました。1歳過ぎたぐらいから、まあ、2日に1回とか3日に1回とか減らしていって、そうするともう全く薬を使わなくてもずっと綺麗な肌でいることができたので、下の子もそういう感じです。毎日ではないですけど、たまにちょっと今日は保湿剤だけにしてみようかなっていう日もあったりもしますけれども、基本的にはまだ薬もずっと使い続けて、1歳ぐらいまでは1回それで様子を見ようと思ってますね。上の子の保育園事情、保育園の選び方、どんな園かなど知りたいです。これから保育園行かれるんですかね。うちはですね、上の子の保育園を選ぶときはやっぱり自分が行ってみてここで遊びたいかどうかっていう、そういうのをまず考えました。行かせてもらった時に保育士の先生たちがどんな雰囲気かっていうのも見ましたね。生き生きされているのか、ちょっと疲れてるのか、ずーっとこう携帯を見てすっごい疲れた顔して床に座ってる先生が何人もいる保育園があったんですよ。そこはちょっと、いや、こんだけ先生たち大変そうだったら大丈夫かなってやっぱ心配になりましたね。今行ってるところはもう先生たちがみんな元気で、で実際もう、2年くらい通っていますけれども、とってもいい保育園なのでよかったなと思ってます。家事は分担されてますか？もちろんしてます。2人とも働いていますし、条件は全く一緒なので、ママだからパパだからっていうこと関係なくですね、何をどっちがやるっていう風に細かくは決めてないんですけれども、ちょっと今日は自分が疲れてるなと思ったら、これお願いしていいって声かけたりとか、向こうからやってくれる時もありますけれども、お互い同じぐらいにはなかなかねできないですけれども、でも分担はできるだけしてます。2児の母で今年の4月お仕事復帰予定です。おー、頑張ってください。育児とお仕事両立のコツがありましたら教えてください。とにかく家のことを頑張らない、それですかね。仕事始まったらいっぱい今までできてたことができなくなると思うんですよね。朝掃除して洗濯して子供のご飯とかの準備もしたりとか、いっぱいこう今までできてたのが全然できなくなると思うんですけれども、それに目をつぶる、土日にねできるだけちょっと子供たちがお昼寝してる間とかに掃除をちゃちゃっとやれるだけやるっていうぐらいでいいんじゃないでしょうか。平日ご飯作るのもしんどかったら作らなくていいと思いますし、とにかくですね、まあ、育児は、ね、サボるわけにいきませんから、育児と仕事を頑張る、それ以外は頑張らないっていうとこだと思います。二人育児になってからの嬉しいことや大変なことなどが聞きたいです。大変さはですね、倍じゃなくて10倍ぐらいになりました。ですけども幸せはもう100倍ぐらいっていうか、かなり幸せを感じる時間が多いです。どんな時かと言われると、まあ本当に何でもない時なんですが、お兄ちゃんがテレビを見てて、その後ろ姿を見ながらこの子を抱っこしてたりとか、その時にもわあ幸せだなーと思うし、パパが娘を抱っこしてる、その背中に息子が乗って遊んでるとか、そういうのをもう、あ、ダメダメとか言いながら、賑やかで楽しいなーって思いますね。家族4人でね、ドライブに行ったりとか旅行に行ったりすることもありますので、そういう時も人数が増えるととっても楽しいから、きっと3人4人子供がねもっとたくさんいるところはさらに楽しいんだろうなって思いますね。母乳育児を続けながら仕事をされていると思いますが、時間が空いて出が悪くなったりしませんか？この方は育休中なんですね。復帰したら母乳をやめた方がいいのか迷ってると。これ私も一人目の時はそう思ってたんですよ。きっと同時に母乳をやめなきゃいけないと思ってて、結構それに近い感じでやめたんですね。二人目はかなり最初から母乳がスムーズにいっていたので、これ仕事復帰してからも母乳続けたいなーっていう気持ちになって
になったので、いつも行っている母乳外来の助産師さんに相談したら、全然続けられますよと、もうそういう方いっぱいいますって言われて、どうしてるか聞いたら、やっぱり 2,3 時間おきに搾乳、最初はすぐね張っちゃうので、それぐらいで搾乳をして、今も私は4時間おきぐらいですかね、仕事が続くと、ずっと長く続くときは4時間に1回ぐらいは搾乳をするようにして、そしたらですね、全然母乳の量も減らずに続けられていて、土日とかは看護でやれるので、本当にこれだけは皆さんの体調だったりとか人によって違いますので、一概には言えませんが、私の場合はそうやって続けられていますので、まだ続けようと思ってます。お子様にジュースやお菓子はどのような頻度あげていますか？ジュースとかお菓子、上の子はですね、最初気をつけた方がいいのかなと思ってたんですけれども、今は食事に影響がない程度にはあげています。だからジュースも、うちは野菜ジュースを飲むんですけれども、野菜ジュースのこの小さい 100ml のパックを2回ぐらいまでですかね。お菓子ももうある場所をね分かってるので、そこに取りに行くんですけれども、うちはコアラのマーチとかがすごい好きだから、コアラのマーチのこうちっちゃい袋があるんですけど、ちっちゃい袋もまあ2袋ぐらいかな、まあ、特別今日だけはっていう時はまあ3袋ぐらいあげたりしますけど、それ以上欲しがったりするとご飯を食べなくなるので、それはもう止めるようにしてます。大泣きされても止めてます。ちょっと今回全部ご紹介できませんでしたが、本当に皆さんありがとうございました。また引き続きご質問やリクエストなどお待ちしていますので、ぜひ次の動画も楽しみにしていてください。それではさようなら。